ランドール・シュライバーは、アメリカ合衆国の元軍人、行政官、実業家、オレゴン州出身。アメリカ海軍の情報士官として、湾岸戦争に従軍後、ハーバード大学で修士号を取得した。アメリカ国防総省に入省後は、中国部長に就任。2003年から2005年には、ブッシュ政権で、東、アジア、太平洋担当の国務副次官補を務めた。 政権から離れた後は2005年にリチャード・アーミテージ元国務副長官が主催するコンサルティング会社アーミテージ・インターナショナルの共同設立者に名前を連ねたほか2008年にはアジア安全保障などに関する研究を行うシンクタンクプロジェクト2049インスティチュートを創設中国の軍事、領土問題等における 派遣主義に対して厳しい主張を行った。2012年には、笹川平和財団の招きで来日し、日米のパートナーシップ強化に向けてという題目で講演を行っている。2017年、ドナルド・トランプ大統領は、ランドール・シュライバーを国防次官補に指名した。シュライバーは、台湾との関係が深いこと、シンクタンクにおける活動から対中強硬派として、 見られており、中国の海洋進出に伴う東、シナ海や南シナ海問題などに対して強い姿勢で望むというトランプ政権の意思を鮮明にした人選となった。対日本では普天間飛行場の移転問題なども守備範囲と目された。ありがとうございます。